どうも、ナムチンです。ユニコーンオーバーロードやっていきます。よろしくお願いします。今日は闘技場をやっていきたいと思います。闘技場1周目クリアしまして、2周目に入ってます。敵がね、全体的に強くなったんですよね。で、残りは1位と2位、多分1位が結構強いと思うんですけども、報酬でね、黒曜石のペンダントってもらえるんですよ。おそらくかなり強い。まあ、とりあえずそれを取ってみましょう。まあ2位は楽勝でしょうね。まあ、早送りで進めていきます。ちょっと編成を変えまして、前線にアーマリアを入れて、後衛にバイキングを入れてたんですけども、弓を入れるようにしました。アーチャーを入れることによって、飛んでる敵に強くなるという感じでしてますね。結構ね、1体2体飛んでるやつを入れるんですよ。なのでそれ対策ですね。でさらに言うと、このチャージショットがものすごく強い。あー、打たないか。ものすげえ強いんですよ、チャージショットが。 OK、まあ、とりあえず2位は楽勝です。それでは1位の敵いきましょう。どうだ。一応ね、今はこのパーティーで固定でしてるんですけども、まあ今後変わってくるだろうね。今後変えていくとは思います。まあ今はこれが一番戦いやすいかな。お任せを。 OK、まあ、とにかく前線の2人がかなり硬くって、これもどう、すごいね、持ちこたえるんですよ。OK、で持ちこたえて、さらに火力も高いんでいい感じですね。でダブルソニックで、飛んでるやつには特攻があります。まあ、特攻があるんで弓キャラは別に入れなくてもいいのかな。ここはねちょっと考えるところ。おう、アメイ。よし、チャージショット今回打ってくれ。あ、打たないな、これ倒すな。あー、危ない。あー、やられた。はい、いいか、やられたんですけども、まあまあまあいいでしょう。はい、黒曜石のペンダントゲットです。オンラインバトルは2周でおしまいか。あ、2周でおしまいですね。あ、で再戦はできるのか。 OKOK、 まあまあこのパーティーを、参考にしてパーティーを組んでいきたいと思います。ではちょっと装備を見てみましょうか。今手に入ったやつ、アクセサリー、これだ。何これ。いやいやいや、 APPP はプラス2になるんだけども、全捨てがマイナス15。これは良くないかな。ステータス下がるのはちょっとな。でもなんか面白い動きはできそう。これ装備するだけでAPPP が、もうフルになりますので、残り2枠を、まあ、先制とか、チャージなしとかそういうのをつけて、最初にぶっぱする要因を作るとか、なんかそういうのいけそうな気がするけどな。まあまあちょっとそういうのも探りながらやっていこうと思います。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。